ローランドさん、はい、今からですね、これブンデスリーガーマンスリーセレクションの、はい、これ延長戦です。延長戦。延長戦。どんなことを語りましょう。まあ、あの本編でですね、このバイエルの強さみたいなやつは語りましたけど、はいはい、やっぱりね、ちょっとね、このいろいろ足りないとこ、うん、バイエルのまあ弱点とかもいろいろあるんじゃないかな、ね、みたいなのをちょっとね、語り足りないプレーを、語り足りないんですよ。語りましょうか。はい、それをね、今日はこのプレーを語りたいと思います。はい、はい、あれからインスパイアされてますね。インスパイアされてるんですね。おっと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 ワールドカップで見たいな、これね。1月23日にやってくんないかな、これ。やばいですよ。野球部が体育で参加してるみたいな。こんな感じになります。ちょっと切り返しも。いやー。あー、これはちょっと未来を感じさせる、このワールドカップに向けて。このノイアーのですね、うん、この信じられないミスによる失点、これどうでしたか。動きが、うん、はい、あの体育のサッカーをやってる野球部の動きだったんですよ。ちょっとカチカチでしたよね。カチカチ、うん、でも逆に言うとやっぱりそのね、あそこが唯一の弱点というところは戸田さんも前回おっしゃってましたし、そうですね、日本もね、まあ、狙うべきところはあそこなんじゃないのかなっていう。パスの後から、うん、例えば伊東純也選手がこうガッスピードありますし、行った時にちょっとノイアーがちょっとドギマギして、うん、まあ、今回みたいに切り返し失敗しました、うん、みたいな感じであるかもしれないですよね。特にノイアーはボール関与するのが、まあ、以前でいうそのリベロ的な位置でかなりはい、はい、ハイラインを敷くじゃないですか、うん、はいはい、なんかそこが強みでもあると思うんですけど、僕は同時に弱点でもある気がするんで。なるほど。あの映像とかをまあ日本代表選手とかもね、うん、ぜひ見ていただいて、この YouTube こうやって2人で言ってることを、はい、日本代表選手の人たちが見て、はい、あ、なるほどなというふうになってくれる可能性っていうのはあるもんですかね。いや、だからこれ本当初戦でね、うん、チェイスかけてノイアーから奪ってくれたら、はい、多分僕らのおかげみたいな。いやいや、確かに。ありますからね。ねえ、はい、いや、それをまた言ってほしいですよね。ローランドさんとバンドさん、はい、ローバンドさんが、はい、まあ、バーランドでもどっちでもいいですけど、いや、ローバンド、いや、ローバンドの YouTube を見てやと言ってほしいですね。ね、はい、まあ、はい、そんな感じで、はい、ブンデスリーガマンスリーセレクション、はい、楽しくやらせていただいてますので、はい、本編もぜひご覧ください。はい、ご覧ください。